こんにちは、VA の岩本です。今日はこのタイトルでお話をさせていただきます。去年の話ですかね。前振りとして、最近流行りの、オープントレーシングとかイエーガーとかのトレーがかっこいいですよねというのがありました。で、去年、システムの負荷と合わせて分析すると、なんか見えるはずということで、去年のここの、クラウドなんとかネイティブデイズ去年の冬に、人工的に作成した負荷を使って、シミュレーションみたいな感じで発表させていただきました。で、その後ですね、おいしくすら大地さんからお話をいただいて、本物の、システムのログを分析できるということになったので、そういうのを今日はお話しします。分析すると何がわかるか、まず皆さんグラフ描くの好きですよねということで、グラフを描くといろんな絵が出て楽しい。で、あとは、真面目な話をすると、もしボトルネックがあって性能が出てなかったりとか、あとは無駄に必要以上に強いマシンを使ってスペックが余ってると、インスタンスに余計に課金されてもったいないですよねということで、この辺をサービスのログを見て何かできるんじゃないかということでやってみます。で、ここから交代して、はい、よろしくお願いします。これからちょっと私のパートになりまして、この順番でお話しさせていただきたいと思います。しました。で、初めに自己紹介させていただきますと、私小林弘明と申します。オイシックスラ第一株式会社のシステム本部、システム基盤部、基盤刷新セクションというところでシニアアーキテクトをやらさせております。で、この基盤刷新セクションなんですけども、主な担当業務はマイクロサービスの推進ということになります。で、このオイシックスラ第一という会社、ちょっと説明させていただきますと、オイシックスとラディッシュ坊やで、第一は守る会という、生鮮食品、安心安全のお野菜を、取り扱っているという3つのブランドがあるんですけども、この3つのブランドが合併してできた会社となります。で、それぞれオイシックスとラ第一がそれぞれのブランドの、一部を表している形になります。で、この略称がオイラ第一という形になりまして、今回のタイトルの、オイラ第一の部分は我々の会社の略称ということになります。で、今回のは、オイラ第一の中のこのオイシックスのブランドの中の説明となります。とオイシックスについてご存知の方とかいらっしゃいますかね。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。で、このオイシックスという会社なんですけども、2000年創業の生鮮食品のネットショップで、結構、生鮮食品をインターネットで販売するという、業態では、当時なかった、業態になりまして、でこれを2000年から始めさせていただいております。で、メインのサービスはオイシックスクラブという、サービスになりまして、献立に悩まない料理キットのキットオイシックスをはじめ、肉や魚、加工品までのオイシックスがおすすめする商品を毎週ご提案するという、サブスクリプションモデルがメインとなっております。で、お客様の好みに合わせて商品の入れ替え、数量変更など自由に、毎週できるという形になりまして、キャンセルとか、お好みの商品の変更とかも自由にできるという、モデルになっております。で、それ以外に、キットオイシックスというものが、最近ヒット商品に なっておりまして、ミールキットというのが最近市場大きくなってきているんですけども、生鮮食品、野菜の中から野菜もすでにカットしてあったりとか、レシピがついていたりとか、調味料がついていったりして、このキットを使うだけで一品料理ができるという、ミールキットの製品が、最近ヒットしていたりとか、つい最近6月に始まったんですけども、オイシックスプライムパスというサービスで、野菜がこのサービス入ってるとプラスで 20% オフになったりとか、3品まで牛乳とか卵とかの日用品のものが、無料になるといったサービスをやっております。
で、その他にもベジールという野菜ジュースがありまして、18種類の野菜が1本のこのジュースの中に入っているんですけども、非常に濃厚な風味で美味しいジュースになっています。ちなみに弊社今回スポンサーやらさせていただいておりましてブースでお配りしているので、ぜひお立ち寄りいただいて飲んでいただけたらと思います。で、これまでの弊社のマイクロサービスの取り組みについてお話しさせていただきます。で、弊社のシステムは2000年から作っているんですけども、 Java という言語で作られておりまして、伝統的なモノリシックな構成でになっておりまして、近年の EC サイトの成長によりアプリケーションとかインフラの両面で問題が発生してきておりまして、なかなか品質維持したままサービスを追加していくのが難しくなってきたりとか、ローンチまでのスピードで CI/CD パイプラインを把握するのが難しくなってきたりとか、ローンチ後のサーバーのスケーラビリティが難しいということになっておりまして、2018年にこのモノリシック構成の問題を根本的に解消するためにマイクロサービス化に着手いたしました。で、去年の我が社の取り組みについては、JJAC という Java の大きなカンファレンスがあるんですけども、そこで何度か、紹介させていただいておりまして、オイラ大地とか、ストラングラーパターンとか、マイクロサービスでググっていただけると、スライドに使えると思います。ご興味のある方は見てみてください。それで、我が社のマイクロサービスの開発環境なんですけども、Mac と Windows とか、どちらでも開発者が希望するものでいいよという形にしておりまして、あとグレードルという Java の構成管理ツールあるんですけども、これさえ動けば IntelliJ と Eclipse というこれも、Java の中では有名な ID あるんですけども、どちらでもいいよという形にしていたりとか、Java とコトリン、コトリンは、Java を、モダンな形に作り直した、位置づけの言語なんですけども、 JVM で両方とも動いておりまして、どちらでもいいよというふうにしていたりとか、あと Spring Boot をベースに、これらのプロジェクトがすぐに作れるようなテンプレートを用意しておりまして、でおります。で、また、Swagger という、Swagger で API 定義して、それぞれの言語間の差異を吸収したりといったことをやっております。で、CI/CD は、GitOps の考え方で作っておりまして、GitOps は、コマンド、Kubernetes コマンドですね、使わずに、Git にコミットしたらデプロイ CI/CD 走るようにという考え方なんですけども、これをまあサークル CI の中に独自に作り込むことによって実現しておりまして、リポジトリ真ん中は GitHub のリポジトリあるんですけども、これを1サービスにつき2つ作っておりまして、でまず下のところで Java のリポジトリがあって、GitHub からプルーして開発者が開発してプッシュしてマスターノードにプルリクをマージしますと、自動的にその横のサークル CI が動き出しまして、 CI されて Docker Hub の中に Docker イメージが作られます。で、もう一個のマニフェストのリポジトリ上の方にあって、5番目のところなんですけども、それをプルリクしてカスタマイゼーションっていうKubernetes の YAML を編集する、ツールがあるんですけども、それを使ってカスタマイズしてプッシュするとマニフェストの、GitHub の中でまたプルリクしますと、サークル CI の中で今度 CD が動きまして、で Docker Hub の中でに先ほど登録した Docker イメージを使って Kubernetes 上に Java の、のプログラムが、入ったコンテナが動き出すといったものを、独自に構築してやっております。あと弊社のクラウド環境なんですけども、もともとは IDCF クラウドさんの中で VM の中で、Java のモノリスのプログラムを作っていて、あとオンプレミスのオラクルを使ってやってるという、構成でずっとやってきたんですけども、ここを2018年から Azure を使うようになりまして、 API マネジメント経由で、Azure の中のマネジドのKubernetes のサービスである AKS を使うようになっています。で、この中で先ほどのコンテナ化した Java のプログラムを動かしていて、 IDCF クラウドの中の Java のプログラムをまだずっと使っていく感じになるんですけども、このプログラムと並行して AKS のプログラムを使うという形の構成をとっております。で、我々このマイクロサービスを作る
マイクロサービス化するにあたって方針を作ってやっておりまして、3つ方針立てております。で、一番ストラングラーパターンというのが、従来ある、モノリシックなシステムを徐々に削り出してマイクロサービスに移していくというところで、大きなモノリスのシステムをすぐに、コンテナ化するのは、無理なので、ストラングラーパターンで徐々に切り出すという形で開発やっております。で、2番目が IDCF クラウドと Azure を使用したマルチクラウド構成という形になっておりまして、Azure の中にどんどん、コンテナ化したものプログラムを移していってるんですけども、まだ今しばらく IDCF クラウドと Azure を両方使用した構成のまま、使っております。で、最後は共有データベースの段階的ログにとあるんですけども、 IDCF クラウドの中に Oracle がありまして、これも19年間使ってて結構大きくなってきていて、急に動かすのは無理なんで、まずはアプリケーションを切り離して、データベースはそのまま置いた状態でアプリケーションだけコンテナ化していきまして、その後にデータベースを切り離すというステップを踏んでやっております。で、こういった仕組みでマイクロサービスの環境を作ってきたんですけども、今回分析したサービスをこれを使って、マイクロサービス化していったんですけども、今回、分析していただいたシステムが、OSX クラブを支える EC サイトでは最大級の、弊社の中では最大級のバッジとなります定期ボックス作成バッジとなります。で、この定期ボックス作成バッジなんですけども、我々毎週お届けのサブスクリプションモデルなんですけども、これが木曜日を起点に動いております。お客様一人一人契約いただいて、お客様一人一人に専用のカート、定期ボックスと我が社で呼んでるんですけども、ご用意してサイト上で1週間自由にお買い物していただく準備をするんですけども、この、バッジが木曜日に動きまして、で、対象が数十万件、あるんですけども、これをこのバッジの中で一気に作っていってる形になります。で、結構、数十万件でデータ件数的には他のもっと大きい、規模のサービス、会社さんに比べると、少ない数かもしれないんですけど、この中で一個一個非常にお客様に特化したカスタマイズが入っておりまして、知っていってる形になります。で、このサービス以外にも木曜日には、前後して、いろんな、バッジが動いておりまして、まず前の週をお買い物したカートを確定させるという確定バッジが走って、この後に海老名の配送センター、海老名に配送センター1個持っておりまして、で、この中で全国の農家さんから野菜を仕入れて箱詰めして、各ご家庭に運送会社の方に発送していただくために出荷するということをやっておりまして、木曜日この処理がいっぱい走ったりするのと、この定期ボックス作成バッジの後処理で、ウェブサイトの開始の準備とか開始のお知らせ等を、やる、また後処理がいっぱいありまして、木曜日非常に、過密スケジュールのオペレーションになっているという形になっております。で、この中でも定期ボックス最大級のバッジなんですけども、昨年の夏頃お客様が非常に増加されてきておりまして、予想してお客様の増加、システム作ってるんですけども、その予想に反してさらにお客様が増加してきたために、定期ボックス作成バッジが非常に不安定な状態になりまして、弊社のシステム、先ほどお話ししたようにモノリシックなシステムで作られておりまして、それが1インスタンスのサーバーの中で動いていたことによって、このバッジがちょっと重くなった影響でシステム全体が遅くなりまして、それ以外の社内業務にも支障を来す状態になってきました。で、これがちょっと状態化するようになってきたので、何らかの対策を打たないといかないということになってきたので、マイクロサービス化への、導入を始めました。で、結構大きいシステムなんで、なかなか一気にはできなくて、試行錯誤いくらかやってるんですけども、もともと先ほどお話ししたように社内システムモノリシックな状態で、実行時も1サーバー1スタンスで動いてて、で、このシステムの中に先ほどお話ししたいろんなバッジとか後処理の処理とか、それ以外の社内システム、EC サイトに関わる、また海老名に配送するシステムは別にあるんですけども、EC サイトに関わるところが大部分この同じシステムの中にあるという形で、大きくなっておりました。
で、とりあえずリフト&シフトという形で IDCF の VM で動いているやつを Azure のコンテナの中に移動させるということをやってみて、まあこれはちょっとコンテナのリソースを上げれば、やれたんですけども、これやってみてもですね、 IDCF の中でオラクルがオンプレミスで動いている状態を Azure にそのまま持っていくということは、オラクルの性質上無理なので Azure の中で動かすことができないということなので、このままやってくるとネットワーク的に非常に遅い、遠い状態になってしまって応答に時間かかる状態になってしまうので、リフト&シフト自体断念しています。ここら辺、まあ、新しい会社さんとかだとあまりないかもしれないんですけども、弊社はずっと IDCF さん使わせていただいている歴史があって、まあ、その歴史的な経緯でなかなか全部一気に動かすのは難しいという形になります。でしかし、可及的速やかに問題の解決必要ということで、去年の夏ごろ、我々が取った解決は、とりあえずコンテナ成分全くない状態なんですけども、モノリスを OS ごと丸々複製してモノリスを2つ目作りました。でこの、モノリス2号機作って2号機は定期ボックスバッジ作成専用にして、VM のスペックを上げまくるという形で解消しています。で、まあ、お金かかるんですけども、とりあえず丸々複製で定期ボックス作成バッジ専用にしたことで、急場としのげる状態までシステムの安定性回復できたので一息つけたという状態です。で、まあ、スペック上げまくったんでお金かかるんですけども、まあ、定期ボックス木曜日の、ある一定の時間だけ動かせばいいので、それ以外の時間は、手動で落とすということをやって、しのいでおりました。で試行錯誤にとなって、根本的な、解決しないとずっとこの状態を続けるわけにいかないので、改めてマイクロサービス化に挑戦しまして、弊社のマイクロサービス化の戦略であるストラングラーパターン、また思い出しまして、定期ボックス作成バッジを、解析しました。で、Java のモノリスのシステムは、定期ボックス作成バッジ以外にもいろんな先ほど言ったようなシステムがあって、その中の定期ボックス作成バッジ一部なんですけど、これだけでも、一気に動かすのは難しいので中解析いたしまして、ざっくり言うと前半部分と後半部分に分かれまして、前半部分がオラクルの、DB パワーを使いまくるような SQL いくつも投げるような処理が、集中していて、後半部分がその結果をもとに、各お客様用の定期ボックスを作成する処理が、スレッドで動くようになっておりまして、不安定なのは後半部分になるってからということを突き止めました。で、ここだけマイクロサービスに切り出そうということになりまして、IDCF で定期ボックス作成バッジそのまま動いてるんですけども、後半部分でスレッドで切っていた部分をスプリングブートに移植しまして、 Azure 上の Kubernetes で本番運用を開始したという形になります。ちなみに、まあ9ノード使って7ポッドで、まあ、そんなに大きなポッドを使ってないんですけども、この中7ポッドの 1ポッドの中で、結構スレッド数並行で走らせて、多分数百スレッド合計で、まあ、マシンパワー Kubernetes でクラスター構成になってて、スレッドをいっぱい増やせるようになったので、そのパワーを使って、平行性を上げて、力づくで、この DB と遠くなっているところの、問題を解決しようとしています。でここまでで、大量データのバッチを Kubernetes でやることになったんですけども、クラスター上で、計測するようなノウハウ、我々ないので、幸い VLinux の山本さんと知り合いになることができたので計測をお願いすることになりました。以下 VLinux さんそのパートになります。はい、実はあまり詳しい内容を知らなくて仕込みじゃないんですけど、ね、でと思って今聞いてました。で、もらったのはログ系で、こんな感じのログですということで、一行一行タイムスタンプがあって、ポッド名があって、スレッド ID があって、でログのイベントが、まあ、よくわかんないけど入ってると。で、
この定期受注作成開始というのが最初で、この定期受注作成終了と、それが終了みたいな、そんなマーカーが埋まってたりします。あとは、受注を特定する ID があって、フラットなテキストファイルなんですけど、これを鍵にして見ていくと、なんか中身がよくわかるみたいな。で、まあ出せる感じで出して色付けするとこんな感じで、こんな行がずらずら並んでる。で、まあバッチ処理だということぐらいは聞いてたので、まあ、最終的に興味があるのは全体的な処理時間で、まあパラメータとしては時間あたりの処理件数、あとは、1件あたりの処理にかかる時間で、あと、並列して動かしているので並行処理数で、こいつらがみんな、コンスタントだったらこんな感じで簡単な算数で、処理件数困難になりますよという話ですが、実際にどうなるんでしょうか。であとはこいつらの T とか P とかに、影響を与えているパラメータが何かあるのかしらということで、ちょっと細かく見ていきます。でまずは処理レートですね。縦軸が10秒あたりの処理件数で、まあ、10秒あたりに10件とか40件ぐらい処理できていると。で横軸が時間です。で空白が多いですね。特にあのこの辺なんかのんびり動いてると。でこのファイルをお送りして、どうなんですかと言ったら、こんな感じで、これ小林さんの図なのでよくは細かくは分からないです。どうしましょうか。じゃあここだけちょっと、はい、ちょっとここだけ説明させていただきます。で今まで、右側が、ログ解析していただいたときに動いてたシステムで、2009年ぐらいちょっと過去の、総数の履歴を見たんですけど、結構10年ぐらい前に作られたロジックで、ちょっと経緯わからないんですけども、数十万件の定義ボックスを300件ずつのまずグループにグループ化していきまして、でそのグループを一定の、スレッド数にあらかじめ同じ数だけ同等数だけ分離するという形になってきまして、まあ、ちょっと例えばなんですけど、このスレッド1から10まであったとしたら、それぞれ30件ずつ振り分けていって、その中で順番に処理していくという形になっていました。で、まあ、そうすると平均して割り振られるんですけども、定期ボックスお客様ごとにカスタマイズされておりまして、平均すると最初20商品ぐらい入れさせていただいているんですけども、もっといろんなものを最初から希望されているお客様がいて、500件とか毎週入れるいろんな品目ご希望されるお客様がいまして、そういうお客様になると1件の処理が非常に時間かかってしまうようになっていて、このスレッドの中でそういうお客様が何件かいると、他のやつが先に終わってしまって待ち状態になってしまって、一番遅いスレッドが終わるまで全体が待ち状態になっているということで、先ほどのようなグラフになっていました。でこれをご指摘いただいて、まあ調べてやっと分かったんですけども、スレッド10件あるのはそのままなんですけども、300件をそのスレッド終わったら、終わったスレッドに順次効率よく割り振っていくように書き換えまして、もうちょっとその10個あるスレッドを効率的に動かすように回収いたしました。どうもありがとうございます。で、ちょっと良くなって、この辺ですね、スパッと終わるようになって、まあ、ちょっと良くなったかなという感じです。で、まあ一つはいいことがあった。で次に応答時間を見ていきます。これ、ものは一緒なんですが、日にちが違って、動かしているジョブの数が違う。で縦軸をよく見ていただくと、処理している件数は全然違う。だけど、まあ、全体的に見てあんまり形変わらないし、平均的にまあ2秒弱で1回の受注処理がかかっているというのはあんまり変わらない。さあ、これはどういうのが理由でしょう。まあ、よくわからないので、とりあえず時系列を出してみました。これ、きれいな色のところが各ポッドで動いている、いっぺんに動いているジョブの件数です。で、横軸が時間で、下の方に
この灰色の点々、これ一個一個の処理にかかっている時間で、秒で並べてます。で、よく分かりませんね。まあ、拡大してみましょう。まあ拡大してもあんまりよく分かんないという感じで、まあ、本当はだから処理件数が増えたら遅くなるとかそういうのは見えるとなんか都合がいいんですけど、まあ、よく分かんないですね。で、これ違うか、同じグラフデータなんですけど、時系列じゃなくてスキャタープロットにしてみて、横軸が、応答時間、さっきの縦軸の点々ですね。で、縦軸が、同時処理件数で、グラフが2個あるのは、左のグラフは、ポッド単位で集計したもので、右側は、トータルで集計したもので、だからポッド単位だと大体20並列ぐらいなんですけども、5個あるから合計するとシステム全体で100と。で、もしポッドがボトルネックだったら、左の図で上の方に行くとこんな感じで正の相関が見えるはず、逆にモノリス側でボトルネックになったらこんな感じで正の相関が見えるはずなんですが、まあ特に何もないですねということで、ちょっとこれは諦めてですね、さらに注文件数というかレコード数という新しい秘密兵器がありまして、ログを見たらこんなものが埋まってたので、こいつで回帰を取ってみます。先ほど小林さんもちょっと言いましたけど、すごいたくさん注文してくださる方というのはこの辺ですかね。で、注文件数がこっちで、応答時間がこっちで、これを説明変数にして回帰してみるとこんな感じになります。で、まあ式で書くとこんな感じですかね。で、まあ、ちょっとこの辺の外れ値の処理は悩むとこなんですが、普通のリニアリグレッションすると黄色い線で、ロバストリグレッションすると赤い線で、ここの点々がプラスマイナス 2SD とか、ここの線が、99パーセンタイルといったところで、まあ、数としてこの辺は溢れてる分は全体の 1% 未満なので、まあ、そんなすごい外れ値が多いわけではない。まあ、でも大体なんとなく説明できるかなと。で、今の影響を引いて、先ほどの応答時間のグラフを書き直します。これあれですね、調整済みというかいわゆる回帰残差で、さっきの、注文件数でから予測される応答時間との差を表しています。で、まあパッと見割とよく説明してるかな。まあ、ただ回帰スコア 0.42 ぐらいで、まあ、100点満点で42点ぐらいなら、まあ、ちょっと微妙なところですかね。で、図を見てわかるように、大体もうこれで予測、プラスマイナス 0.5 秒ぐらいでは予測できてます。90% とか 99% はまあこんな感じで、まあ、日によって違いますけども、こんなところです。で、まあ、よくよく見ると50秒ぐらいかかるのもあるんですけど、まあ、数が少ないからいいかなというところですかね。で、先ほどと同じ図ですが、注文件数の影響を引いてここに引き直してみました。で、よくよく見てみるとこの辺とかこの辺とか、まあ、遅くなってる。でもう一個別の日の、これはね、ポッド3つでやってるんですね。で、この辺とかも明らかに遅くなっていて、どうですかということで、オイシックスラダイチさんにもどうですかと聞いてみて、私もちょっとシステムメトリックス、CPU 負荷率とか、ディスクの状況とか見てみたんですけども、残念ながらよくわからずという、何かの理由でこの時間が遅くなっているということまではわかりました。で、先ほどのよく分からなかったグラフです。で、目で見てこの赤い点々が、あれですね、平均値とか、なんだ、標準偏差とかそんな感じで、平均で見ても特に関係見れないんですけども、さあ懲りずに回帰してみて何か見えるか。大変見にくいですね。
注文件数で先ほど回帰しました。注文件数と合わせて、なんだっけ、ジョブの並列数も入れて2変数で回帰してみたんですけれども、まあだから3次元空間なので、ここで写ってるのは、注文変件数が平均値のところでバシッと切った切断面なんですけども、まあなんかほとんど傾きゼロで、まあちょっとやっぱり関係見えないのかな。ね、まあ傾きが負だったりして、負っていうのはなんかつまりなんか並列度が低い方が遅いというなんかすごい直感に反する結果でして、まあ理由を考えてみると、遅いから、あれですね、ここに書いてない、注文件数が少ない、違う、並列数が少ないから遅くなるんじゃなくて、遅くなるジョブがあるときはもう他のは遅くな終わってるから、並列度が低く見えるとか、多分そんなことじゃないかなと思います。で、まあ、もうほとんどおまけなので飛ばしますかね。先ほど言いましたけど回帰スコア、ログいっぱいもらったんですけども、この辺3番目と4番目のデータを主に使ってましたので、でこの辺はもうちょっとジョブの件数が少ない頃で、その頃はもうちょっと成績が良かったかな。で、日によって回帰直線の形が、まあ、ちょっと変わるかなという感じですが、まあよく分かりませんと。さらにおまけ、相関係数、応答時間と注文係数はよく相関してますねと。で、応答時間と並列のなぜかマイナスの相関がありますねと。まあそんなとこですね。よいしょ。で、最後に、ちょっと話が変わってまとめらしいことをやります。で、今までのデータを簡単に言うと、まあ大体20万件ぐらいあると。で、1件あたり2秒ぐらいかかると。で、100並列ぐらいで動いてると。で、単純に算数すると4000秒なんですが、実際には6000秒ぐらいかかっていると。で、まあ遅くなる理由として、一つは、並列度が十分高くないのではないかという疑い。で、もう一つは、先ほどから外れ値と言ってますけど、実は2秒じゃなくてすごい遅いのが足を引っ張ってるんじゃないか。というのを、どれぐらい影響しているかを見積もってみます。まず同時処理件数です。左が、なんだ、並列度が例えば80だった時間が80秒みたいな、そんなグラフです。で、なんかほとんど仕事してなくて遊んでたのが 100秒とか200秒とか、そんな感じ。で、この青いグラフを、積算していくと、こっちのグラフになります。で、トータルで6000秒ぐらいかかっていると。で、まあ時間の占める割合としてはここがほとんど。で、こいつらがもし100並列でやってたらどれぐらい時間稼げたかなというのを、積算していくとこんな感じになります。で、まあ、1300秒ぐらい全体で並列度が低いことによって損してる。で、まあ、本当は100並列じゃなくてもうちょっと上まで行くはずなので、そうすればもっと、これが解決すればだいぶ早くなるかなといったところですね。で、あとは、2つ目の疑いの、遅い処理が足を引っ張っているのではないか。で、これは、このグラフは何かというと、先ほどの回帰残差を相当しまして、積算したやつです。で、こっちの方に行く。だから、90% から 100% でこの辺ですかね。で、遅い方1割で、本来より3万秒ぐらい余計にかかっている。まあ、3万秒と聞くとぎょっとするんですけど、まあ、実際に聞いてくるのは並列度で割った感じなので、300秒とか400秒ぐらいなので、まあ、さっきのグラフによる影響よりはだいぶ少ないかなといったところですね。ちょっとまだ時間があると思うので、イエーガーという、かっこいいオープンソースプロジェクトがあって、こんな感じで、いただいたマイクロサービスのログをちょっと Python で処理してイエーガーに食わせるとこうなりますよみたいな。
で、例えばこんなところをクリックしてみると、ちょっと見にくいな。まあ後で気になったら後ろの方にいますので見てください。こんな感じで、受注の中にいろんな処理があって、ここでこんな時間がかかっているとかなんかのが分かるんですが、これをここの細かいキーワードを見ても私はよく分からないというところで、これをオイシックスさんに後でお渡しするので、ぜひ遅い原因を突き止めていただきたいみたいな、そんな感じですね。で、エラーがあるときはこんな感じみたいな、こんな風にもできますと。あとは、まあ、イエーガーのデモをしてもあんまりしょうがないんですが、例えばここで10秒とか入れて、ポイッとかやるとこんな感じ でこれはちょっとあのいろいろな問題が起きるといけないので、特定できるログとか全部引っこ抜いてるんですけど、まあ後でちゃんとそういうの全部つけてお渡し、おいら大地さんにお渡しして、なんか、ここでなんか止まってるなみたいなの見えますね。はい、で、まとめます。分析したら分かったこと、まあスレッドへのジョブの振り分けが改善できました。で、応答時間の、ヒストグラムとか、いっぱい絵を描いて楽しくやってたんですけど、まあ遅い時間帯が見つかりましたけど、まあ残念ながらよく分かってないと。で、あとは同時処理件数と応答時間の関係はまあちょっとしつこく見ましたけども、あんまり関係はないと。で、まあ Kubernetes ノードメモリは使い切ってるんですけども、 CPU も時間が余ってる感じで、多分もうちょっとあのジョブをいっぱい突っ込んでもいけるはずということぐらいはまあ予想がつくと。で、あと同時処理件数は何が起きているか知りませんけど、ぜひ頑張ってくださいというところですかね。あとは、あとは小林さんの方からお願いします。オイシックス側からの、感想なんですけども、 VLinux さんにせっかく見ていただいたんですけども、まあ、でモノリスのどこをマイクロサービス化するのか見えるのが、やっぱモノリスがそもそも回収大変なという問題が、あまり解決しておりませんで、それをマイクロサービス化に切り出していくのが、どこにするかというのが見極めが、難しかったのと、せっかく問題見つけていただいたんですけども、やっぱモノリス側の回収時間かかることに、変わらず、マイクロサービスの、化したところの、パワーはなかなか使い切るまでモノリス回収するには時間がかかりました、申し訳ございませんというところ。あと、今後、お客様に直接使っていただいたり、今、社内システムだったんですけども、EC サイト自体も、マイクロサービス化していこうと思っているので、そこも VLinux さんのお力を借りて分析していただけたらいいなと思っております。こんな感じでよろしくお願いします。オイシックスでもエンジニアリングで食卓と畑を変える仲間を募集しておりますので、興味を持たれた方は、ぜひうちの、サイトを来ていただけたらと思います。本日ありがとうございました。